車流されたやべやばいどうしよう下の人たち水が水だぜこれやばい離れて崩れるか大丈夫梅ちゃんこっち来てダメ主任やべえぞだってしょうがないことだ逃げなきゃね逃げなきゃ逃げなきゃねえだってこれこれじゃんこれだもんだってやだてなんでこれこれ一時だべこの後また来んじゃねえのおい、うちの人大丈夫なのかあっちの人ら逃げたのかやこれで何メートルですか何メートルか分かんないもうダメわけわかんねえああ2階の人たちどうなった2階大丈夫か2階2階大丈夫だなってきましたよ。なんかもう連鎖しちゃって栃木とか。車も流されちゃったしどうやって帰ればいいの？何の？入ってないですよあんな軽自動車。もう出勤できないですよ俺。タコさんいいけど俺泉からどうやって通うんですか俺いやーダメですでもマイクロもないマイクロマイクロ足に引っかかったもん引っかかってましたよ病院に僕も全然ぶつかって、エレベーターですひどい高野君気をつけて無理だったらいいよわはい西一あここから入れねえかそっちかうんうんそっち危ねえな木回れるいけそう多分ここら辺がもう休憩室だと思うんだあーそうかもなそうなると休憩室の今度冷蔵庫って言ったよね冷蔵庫ですこいつですかああじゃああっちから行かなきゃダメなのかなああすごいな。あ、これ、風呂か。あんま無理しなくていいよ。はい。怪我してもあれだろ。これ休憩室か。おー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 。あるなんだっけ2K はないっすねお茶とか飲んでるか、うん、氷か。もしかしたらあっちなのかな。
うわー、ひどい。とりあえず戻ってないもんな、戻っていかないな。超きたね、はずれ。ああ、休暇はね、取れないから気が利いて。休憩室、冷蔵庫ってたんですけど、なかったですね。玄関の。あ、イルリガードルですか。ガードル。ガードル、多分あっちですね。俺の赤いムーブはないですか。結構車がザーッと来たらな。青い家の住人どうなってるんですか。あ、昨日なんか病院に誘導したらしいですよ。あ、そう、はい、見かけない年齢に。さっき、部長に聞いたら職員職員かい、あれでもちょっと青いね。なんかここから見るとすごいな。なんかちょっとした漁港を見てるみたいな感じ。助けてくれて。ね、漁港だよね。入り江だよ、入り江。え？マジで？あそこ超ノロノロ運転ですよ、車。どこ？あの目の前、ほら。あそこまで行けねえんだねえな。どのぐらいの深さあるの？そこすごいんですよ。いや、でも膝とかじゃないですか。でも恐怖感結構強くないですか。そうだ、車どこから水出てこねえかな。あれボートじゃない？え？ボート？来た？本当だ。どこ？どこどこ？あれあれ。ボートだ、ボートだ。あれあれ赤いの、ほらほら赤いの。え、ボート？赤。流れてんじゃないの？あれじゃ流れてる。流れてんだった、キー。なんだよおい、ぬか喜びさせるなよ。人でしょあれ。人じゃねえだろ、なんか流れてんじゃないの。青っぽい。そう、青っぽいよ、赤いボート乗ってんの。マジで人なのあれ。動いてないよ全然。もう少しでかい船の方がいいんだね。あれ、養殖イカだからね。主任は本当適当だからな。養殖始めたんだね。主任適当、養殖イカだとかって。養殖始めたんだ。え？ここだ。お、あれ、携帯じゃないですか。どれ？おい、こっちぐらい見てください。おい、え、でもどこ行こうもあんの。ここ流れ見んな。ほら、ほまして、ほら、手振った、手振った、ほら、じゃ、手、SOS だ、SOS。 どこどこ、飛んでくれって言ったらね。ババババ言ってるのかお前。見てんのかおい。こっちだよ、ふざけるよ自衛隊。これテレビ局に送るからなおい。やるね自衛隊。信じらんねー。あそこの病院、患者暴れてる。あれ、速攻で行ったわ。ああ、見て見ぬふりだ。妖精かけるんですよね。本当に。夜だなって言ってたよ。夜だな、うん、明日だなって。こいつらまだ元気だから、うん、明日だな、大丈夫だと。あそこ元気だから明日に。ね、主任よく災害時にこう SOS って書いてあるじゃないですか。ここに書いてあるじゃないですか。あ、あの車の中で、あれ、石灰で。あ、そこで石灰で。あとで掃除するのめんどくさそうだな。よし、やろう。ここでいいのもっと目立つとこないですかね。ここかな、ここ2階の、ここでも全部して
あそこ入出れんの？この上が入れないで SOS って。あ、そうだそう、この上が入れない。いや、意外と見えんのかい？見えた。でもあんまり。何か全部ここに立ってた方が。夜寒いな。手袋しよう、手袋。はいよ。あ、ここに S、O、S か。あ、ほんとだ。俺のムーブー。なに。ほんとだ。ここ一気に川を渡って。でもあそこにさ、島みたいなのあるよね。あれって、材木が流木？流木。神社だけなんだか何だったの？お墓だか。そこは？あ、あそこは違う？なんか浮島見なくなってっちゃう。あれは流木？ああ、ああ、ああ。流木って違うね。寂しいなぁ。ああ、車、芸能トラックだね、あそこさんの時代に。あら、こ、粉、粉、気をつけろ、粉。粉。でっかくだぞ、でっかく。マスいっぱい使って。あと、あ、水かけられないか。水？いや、そうですよ、あっさの朝には、さっぱり綺麗だよ、これきっと。綺麗、さっぱり真っ白。水、これ時かぶってない。頑張れ頑張れ、あだち、わーわー、ちゃんとほら、ムービーも、ムービーも撮っててけっから。あ、うん、あ、なんだここ。あと、これ、これ下書きでしょ。こんなこ汚くねべ。いい、まずまず SOS 書いて、あとこう大きくしていけばいいさ、こう。はい、じゃこれで十分だ。重たいもん、それ。お、ほら、千春ちゃんがしっかりやってるから。こうさ、白い旗をあれ、あれに、なんだっけ、洗濯物のあれに掲げて、こう、なびかせたり。主任、主任、俺の車にフラッグが入ってました。なんだその暴行って言ったらフラッグ。あのフラッグを振れば一発で止まってくれたでしょうね。おー、でかい。おー、でかい。いやー、いいですよ、わかれば。なんか水溜まってねえのかな、どっかに。ああ、腰痛えな。う、頑張れ。足立くんごめんね、俺腰痛えからさ。あ、でも見える見える、SOS。お、ぽい。おー、素晴らしい。おー、SOS。 素晴らしい。見える見える。足立くん、これ立って見てみ。 SOS、 完全なる SOS だよ、ほら。おー、素晴らしい。やったやったな。でも上から見たら太い方がわかるんだよね、やっぱり上から見っからな。変な駅だったわ。鍵かけてね。鍵かかってる人、多分鍵が国原くんのだよ。もう水かぶってダメじゃないですか。おばさん大丈夫？あんまり一人で奥行かない方がいいよ。外から。
すごい泥が。すごい。松だっちゃ。すごい松が。こんなになるとは。おばさん、あの冷凍庫見に行くってた。まだ行けそうだから待ってた方がいいな。一人で行くとあれですもんね。おばさん、おばさん、おばさん、ここがロッカー。はあ、おばさん、どこまで行ったんですか。水を見てくるって。どっちか行ったんだよ。おばさん、あ、大丈夫ですね。おばさん、どっから行ったんですか。気をつけ、監視レッド持ってますか。おばさん、あ、戻った方がいいわ。ええ、な、何なんだ。米、米食えんのかな。食える。部長、部長、監視レッド持ちますよ。はい、か。いけるものないっちゃ。ああ、確かに。火使わないと。国際援助隊来るわな。各国から。こんなの復旧できるのに、いつになるんだかわかんねえな。もう患者さんに全部退院させないとダメだわ。水かぶってるんだよね。水はかぶってますね。だから米はダメかもしれないです。ラップなだけですから。あ、ダメだね、生米ならあれだったね。あの、あれの食料なかったんだっけ。あのレトルト。ああ、レトルトが多分冷凍庫だろうと思うんですけど。冷凍庫はどこにあるんですか。冷凍庫はあの棚の向こう。無理だな。あれは無理だな。だってまあ、それは無理だ。一旦外に出て、一応これだけ持ってるからね。食料通路から入って、あっちから行けない、行けるんじゃないですか。あっち、うん、もしかしたら。ああ、もういいの、いいの。行けますね。あ、ここから売店だけだ。
冷凍庫まで行けますね。うわあ、無理だ。うわ無理だ。これはあそこ冷凍庫どこ？あれはここ入って奥ですね。動かせない。まあ木とかがあるからちょっと。だって冷凍庫もでもかぶってるよね、きっとね。かぶなかね。ってとは思うんですけど、冷凍庫実は密閉できるんですよ。あ、マジで、うん、あとどっち、そこから行けないでしょ。調理室の窓が割れてますからね。あー、バレーボールが。今年のバレー部はどうなるんだ。そうだね。復旧に職員に1年かかるな。え？復旧に自転車から退院させて。あんま無理しなくていいよ。大変ですね。うわ、これ。これって沈んだ液状化で。これは。すごい。戻ってや。冷凍庫入り口が今度大きい冷蔵庫みたいなので下がったって。戻ろう。あ、でもあの階段の戻らないと、あの、引かなくなるからな。表から回ればいいんじゃないですか。こっち行けるかな。行けるな。コンビニ冷凍庫、その折り重なった箱の向こうがあ。足気をつけて、行きましょう。一番大丈夫そうなルートはさっきのとこですけどね。なんとか棚を溶かせば。うわ、すげえ、気をつけないと。あ、これいいな。おぉ。これを、除雪作業が。これは自衛隊とかでやってくれるんでしょ？やってくれるんですかね。これ、個人でやるんですか？いろんな仕様と、細かがりや。そうですよね。こっち。何してるんだね。まだ一箇所割れてるだけですね。どこ？あっち。濡れてな、あ、そうだ、濡れてなさそうですね。そっち行けますか？大丈夫ですか？いやー、車が全然ない。マジかよ。これはひどい。そことこ登れないんだな。あれ、で、これどこから行くの？行けないっちゃ。表からぐるっと回るしかないですよ。そこ、上がれないよね。そこは、了解だ。上がれるんじゃないですか？上がれますけど、マイクロバスを乗り越える必要があります。何そのバイオハザード的な。そんなな。まさにバイオハザード。本当に？ここで脇で大丈夫なんで。脇から行けそうですね。行ける。あ、部長は見つけたルート。素晴らしい。どうぞ。ああ、ありがとうございます。押したり引いたり乗っかったりみたいな。そうあと長い。濡れてないですね、中ね、やっぱり。あ、下が若干開かない。開かない。えある？ありますよ。合わない。え、俺にだ開くの？違う、決起した可能性ある。ま、あ、冷やしたのマスターが鍵自体は入んないですよ。入んない。無理やりやったら鍵壊れそう。やっぱ表から回るしかないですね。ここからかレール回したっけ。危ない。ああ、そうだね。これ検査室なんで、元に戻るだから表から行った方がいいですかね。マジです。あ、割れてる。あ、すいません、おばさん、これ。あ、ごめんなさい。よいしょ。うわ、すごい地盤。いや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 。ポールが倒れちゃって、なぎ倒されたんですね、あれね。電柱。
部長急に穴があるかもしれないから気をつけてくださいよ。猪俣さんも地割れに一回落ちた。マジで？うわー、これは俺の車どこ行ったんだよ。おばさんの車は？俺の車は正面で、もう斜めになってる。マジで？一応素材は分かったっけど。あ、あれ、院長の？多分。なんでこの天気の良さ。腹立ってくる。あ、自衛隊来た、自衛隊。うわぁ、これ誰の車？あ、そっちそっち、こっちは院長ですけど。いやいやいや、俺の車どこ行った？うなくなっちゃったか。があればなんとか先は。そうですね。犠牲者はゼロです。患者さんは。あそこは大丈夫だったんですか。あ、誘導したかった。俺の車が安全な。あ、あれさっきの流れしたって神社の。うん、屋根。どうすか。あ、橋ちょうど渡れなくなってる。ちょうど、うわー、これはひどい。いやいやいや、あ、消防車あそこまで来ました。防波堤の上だな。防波堤っていうか、あ、ここ行けないんだ。もうここはもう全部沈んじゃったっすね、道が。今は渡れない。大丈夫じゃん。え？橋渡りにくいな。橋はちょっと危険ですね。高野くんどうした？高野くんの車終わった？ありましたよ、それです。どれ？そこの待って、埋まってる？あの、バンパーないやつ。はい、うん、俺の赤い車。あいつ、車沈んでんのかい、あれ。あいつ破片か？バンパー、俺のバンパーじゃないですか、あの赤いやつは。悲しくなってきた。やべえ、マジかよ。あれな、高野くんのな、あれです。あれ、市長のがどれだっけな。ここまで、あの、カマ、あの、階段の張り合って流されてきた。ああ。この何個やったんだ。ああ、匠のボクシーも見当たらねえな。どこまで？朝ばっかりでな。本当に。千葉和子さんもですよ。結構新車の人多かったんじゃないですか？俺の。なし。これって自衛隊が回収してくれるんですか？車。高野くんどうなの？そこらへん。回収するところ。
ますけどね。これ、倒れてきたんだよ。これ多分流れできたんだよ。うん、で、ちょうど止まったんでしょうね。いやー。そうですね、あそこギリだ。ちょっと床下とか床上ぐらいですか。あー、川に沈んだかな、俺の車は。はい、じゃあ戻りましょう。中野くん行こう、戻ろう。橋は渡らない方が危ないから。いやー、ひどい惨劇だ。これは。あっちの人たちはどうだったんですかね。マリホーム？マリホームとかの、なんかありますね、工場。ああ、無理だべな。上に逃げてれば、上へ。たぶん乾杯になる。ああ、じゃあ、左に。レクソコもなくなっちゃってあ、お手玉かな、あれ違うかな。あ、ポテトチップだった、頼むかな相当テレビ作業ですね。あー、無残ですね、本当に。あの、ワゴワル、白いワゴワルなんか本当無残だよな。あんな横になっちゃって。国原くんはムーブです。俺と一緒なんです。あ、ハイライトいっぱいありますよ今日中に全部搬送できるんですか、患者さん。じゃあ、だって搬送する手だけねえで。はい、連絡できないですね。もう、あと亡くなる人は多いかもしれない。気が付いたら、だって営業できないもん。そうですね、うん、うちらはどれぐらい缶詰させられるんだろうな。のんきだ。あ、そっちからか。うん、あれ自衛隊ですよね。来たんじゃない。もう、マジショックやばいっす。白波立ってない。うん、あの奥がグラウンドなんですか。あのちょうどほら見えてるところ、このなんか何もないのかなみたいな、はいはいはい、あの辺がグラウンド。あ、ちょうどあの木が、あの木の壁の向こう、はいはい、あれ真正面にあるのって海ルームミラー、ルームミラーでね、あのよく道路にあるミラーですかね、あの黄色いの木に、あれ木がめくれてるだけか。職員の道って言ったのかな。まだですね。でもこの波は風なんですかね、それとも引いてんですかね。絶対の風だよね。水分強い。あの子もぐんぐん流されてきてるな。でもこっち側に風は行ってますよね。でもあっちに、すごかったですね。もう一昨日ですよ、急に。パーツコンみたいなもん、あれは。あれは、ひどい。これってさ、福島沿岸柄っていうふうになってるけど、福島で地震があったの？やってない。福島っていうよりも、あの、栃木、新潟、栃木にあったの。はい。茨城、栃木で地震があったらしくて。多分こっちの方で水溜まってるあたりがグラウンドかな。あー。あ、びっくりした。あれ、人がびっくりした。人は違いますよね。そう？いやいや、違う。だからびっくりしたんです。草でした。いやいや、そうです。俺もびっくりしちゃいます。こう、見るのはいいんだけどさ、なんか変なもの。うん、見たくないですよね。なんか嫌だなと思ってさ。これ浅くなってんじゃん？なんか、あの辺にこう、引っかかってるさ。嫌だなぁ。でも、この辺こう歩いてみたいな、これな。あ、さっきなんか消防団の人たちが。そうだ、その水とはみんな引き合うんだけど。屋上だったら見えんのかな。
ああ、ここに食事は行けんですか？行けるよ、4階。今、空いてるかもしれない。屋上に行ってみますか。行ってみましょう。そうそう、もう行く人いないですからね。ちなみに、これで一人で逃げる気になったら。おお。もう俺はずっと記録してるから、ムービーでさ。誰かに何かあったら、こう、俺は家族にこう、見せてやってね、俺の家族に。あそこいいね。あ、そっから行けんだ。知ら初めて知ったっす。もう二度と行くこともねえと。うわ、行かないの。で、俺と主任だけしか助かんねえかもしれない。うわ、腰痛い。これなんだよ。え？これなんだよ。なんすか？アース線か？アース線じゃないですか。まあ、電気はねえからな。うっこしてるぞ。うっこえ。はめっせ。なんか、ここに SOS かけばよかった。いや、ひどいな。風で流れて何してたんですか？上に逃げてください。なんだって上に逃げてください。予想時間なんですか？これ気をつけた方がいいですよ。ここギリですよ、主任今。下気をつけてください。トラップがたくさん。ガラスの誰ですか、ベンツの。俺なんないっすよ、もう。疲れた方がいいですかね。ここでクソーパーあったんですよね。
後ろ多分後ろ気をつけないと、そこ弱いっすよ。すげえ。3月18日金曜日、時刻は間もなく12時45分になるようです。おせーの、よいしょ。まず青森県おぉ曇り、昼前から昼過ぎまで、最低気温マイナス1度、最高気温最低気温は1度です。おー青森、散髪組み全然濡れてないじゃないですか。夕方から晴れ、濡れてないですか。により昼前から12時、雨、最高気温はマイナス1度です。中は無理か。車検証ぐらい取った方がいいんじゃないですか。でも曇り、昼晴れ、昼前から昼過ぎ、雨。後ろから上がないですかね。マイナス0度、失礼しました。最低気温は0度。続いて岩手県の内陸の雪が晴れ、昼過ぎ1時、雨が1時、最低気温は岩手県の雪が晴れです。天気は晴れ、最低気温はマイナス2度。山形県村山、晴れ、時々、なんか落ちました。昼過ぎから夕方、雨か雪、最低気温マイナス4度。福島中通りは天気は晴れ、最低気温は2度。同じく福島浜通り、晴れ、最低気温2度。福島会津は晴れ、昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨か雪、最低気温マイナス5度。やはり東北地方各地はまだまだ寒い。避難所にいる方々が被災した方、大変な思いをされていると思いますが、全国からメッセージが届いています。これと俺は避けておきます。よし、よし、そのチェック、これ俺持って Thank you.
組み立て直しているということで、せーの、よいしょ、よし、俺だ俺だ。混乱を避けるためには、この車誰だろう。あ、自分やばい、ごめんなさい。あー、すごい水が溜まってる。大変だと思うんですが、まあ、本当に必要な緊急車両、ガソリンスタンドの渋滞のせいで通れないというような話も聞こえてきています。大場さん、俺の車はないんすかね。需要は十分、需要の分は供給されると思いますので。全然違いました。できるだけ動かさない、帰るということ、最低限必要なことを、私から皆さんにぜひ願いをしたいと思います。うわー、そこに。おお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 うん、ガムテープ、フロントにガムテープ貼ってあって、こっちの車にも貼ってあるんですよ。あ、それ飛んだね。よし。危ない。じゃあ受けも取ります。はい。おお、ビニールまで。いやー、きつな。聞いてたぞ。そんな中でお店を営業しているというような情報も入ってきました。改めてこちらもご紹介したいと思います。泉中央のホルモンどころ玉屋亭、こちらはお昼の12時、普段も始まっているんでしょうかね。夜の7時までです。定食です。あー、砂だらけだもん。ついてどう行けばいいんだ。津波来たらもう木にしがみつくしかねえな。逃げらんない、これは。ちょっと、あすみちゃんが通るときに止める。人が入ってんだ、これ。人が足跡たどっていけばいいんだ、これ。何もないな。っていう音は何なんだろう。何の音？怖いんだけど。あちゃ。あだだ。ゴゴゴゴ。だから怖いよね。ゴゴゴゴが怖いんだけど。大丈夫？木にしがみつけば。
丈夫かい？あ、プープープーってなりながら、あ、ごめんね。ルータさん、詳しいな。ブンブン進んでいく。うわぁ、防波堤がないじゃん。今、なんかこれ、でも、ほら、ほら。ゴー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 
いやーすごい。なんでしょ、弱子。そうだよね。全部粉々だ。すごい。ちょっと待って、そうなの。声が聞こえてる。そう。で、それがブログに上げる。相変わらずの戦場カメラマンだからね。無理にそれがね。うわすげえ、なんかすごいぞ、グランドキャニオン見たくなってる。もうこっから先行けないんじゃん。そうだよね。ここどういう風になってたの。ここからこう堤防だったんじゃないの、こう階段があって、うん、だからあっちから波来てこうえぐれたんだよね。ここすごい、なんか川で来てるしね。すげえ、おっかねえな。すごい力だね。見て、ほら見て、完全にグランドキャニオンだよ、あの景色は。もうほら海見えるもん、もう。やだ、ほんとだ。岩沼の世界遺産。じゃあ、あのソニーの音楽でも流しておく。海見えんだ。すごい、こんなのがさ弱いんだね。あれ塩釜あたりかな。だから見えてんのさ。あそこの2階のガラスも割れてるもん。